ちの誰か入ってないよね。誰か入ってるよね。入ってない。入んない。入んなよ。待って。もう誰か分かるけど、誰もいなくなった。誰もいなくなった。何人いたっけ。藤原さん大好きなんで。はい。藤原大好き方です。そうなんです。藤原大好き方なの。なんか前回のその嫌いシリーズなんで、それに対抗して大好き方。大好き方。一番好きなおかずは何でしょう。ただインチキないように答え書いとく。正解はお願いします。麻婆豆腐。そうだよね。麻婆豆腐。麻婆豆腐。おかずだからね。私リーダーになります。 HD4 解散だよってか。 HD4 リーダーとかじゃねえ。ないよそんなグループ。ほくろに触れられる。なんだほくろに。なんでさ、このみんなほくろに来るわけ。ちょっとヒント出しましょうか。その前にさ、白石答えだよ、なんか。白石はあのバーンって強く一回押した方がいいです。あれだ。まさかついてたけど、私が肘でこうやって押すのかな。こうやってんの。はい、来た。ごぼうの千切り。ごぼうの千切り。惜しいです。ごぼうですか。そう、惜しいよ。そして正解はキャベツの千切り。あー、千切りの方行っちゃった。千切り行っちゃったな。メイさん。あ、メイない。これならメイない。大丈夫です。突然してしまうんですね、日村。はい、来た。突然走り出す。いいよ。そうだ。が飽きてしまった橋本は。すごいよ。わ、何ここ。橋本なんで追っかけてたの。ガッてやるとビクッて逃げていく。かわいそう。みんな手洗った。洗ったよ。洗ったよ。洗ってないよ。一発芸やります。なるほど、お願いします。ホップステップからのワイプ。じゃあ牛乳を。あ、水で。あとびっくり。揚げそば作ってんの。何？牛乳通り。何？牛乳入った。何してるの？何してるの？これ何をしてるの？何してるの？これマジで。お願い教えて。大丈夫。ポジティブ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 。カズミ。ポジ、じゃポジティブ。せん。せん。ポジティブ。ポジティブ。いいね。もうダメしたな。小学生の時にさ、勝手にさ、私が5年の時6年生の先輩がさ、お、君たちの学年で早く結婚したランキングみたいなのがあって、私最下位らへんに一番最初に高山一美33歳とか書いてあって、めっちゃショック。ブルーが弱くて、でブルーがあのやる気出してきて、悪を倒して世界に平和が戻ったっていうことを考えてた。だからほら、病気かもしれない。よし、じゃあ行くぞ。あー、元気ない。あ、松村の帽子、俺が買った帽子だ。嘘。俺が買ったやつだ、本当だ。みんなの違うもんね。ね、ちょっとゴージャスな帽子じゃん。あれ、あいつ、そういうとこちゃんとしてんのな。おい、ありがとう。チェンロンリー、チェンロンリー、お帰りください、キサレ神様。変顔が得意なの。いや、そうですね、いつも、うん、新作あったりするの。新作ですか。最近好きなやつとかあるの。一方、負けたヤングチームは一つも答えられなかった和田真彩が悔し泣き。どこ見てるの。あんなに言うことだね。3、2、1
白いパンツ、白いスパンツ。だからそれは何なんですか、それ。なんか日村さんの異常な食いつき見てる。履いてねえってことだね、下。ここ履いてないです。だからあんまり踊りもあんまりできなくて。マジか。もう気づいてんのこれ。もう完全に気づいてます、ここ。もうスーッて。あれ逃げていっちゃった。食べ物はうどん。始めみようとめと思う成功パート。料理はちょっと苦手。頑張れ頑張れ。今ならいけるってしないし、行っちゃいっちゃう。大丈夫。ほらこの。ちょっとさ、俺ら、なんでこうなっちゃったんだろう。なんだろう。そこも喋り方が違うよね。あー、違う、全然顔が取れないですけど。はい。はい。お前は明らかに途中から変になっちゃった。最初は違うじゃん。喋り方が変わる人って、芸能界広しといえどもいないんじゃない？あんまり初めてじゃない？本当ですか？こんなに変わっちゃう人。っていうか、アメージング。アメージング。いいねそれ。生徒会長とかやってた人いるの？生徒会も立候補したんですけど、中学校の時に、あの落ちちゃいました。松ぼっくり。松ぼっくり。秋の味覚食べるの？松ぼっくり。食べないんですか？食べるの？のじょう見ちゃダメだって。見てないですよ。のじょうはチラチラ見るから。見てないですよ。みんなっつってんのチラチラ見んな。見てたの？見てないですよ。のじょう、のじょうダメですよ、見て。見てたの？のじょう、のじょうダメだ。見てないですよ。ゾウ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 さん、ゾウ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 。秋元答えどうぞ。クマです。何だそれ。右か左か決めてないから、こう何で決めてないんだ。何でこんなに決めてないんだ。今気づいたんですよ。何で決めとかないんだよ。何でやんだよ。何で決めない。決めとけよ。さっき言ったろうがよ。そんなもんないだろうが。どんなに笑うんだこっちは。はい、やれよ。まあまあまあ、おい、日村さんが怒ってるぞ。よいしょ。決めとけよ。止め止め止め。ああ。何やってんだよ。おい、どういうことだよ。だお鍋食べに行くんだ、お鍋よ。の46回ダメに決まってんじゃん。妥協ね。あ、いや妥協ね。妥協じゃないです、方向転換です。万歩計対決。 OK。 万歩計といえば万歩計ですよね。あ、アイドルの握ったおにぎりなんか食べれるのは夢ですけど。夢ですけどね、それが出てきたらもう悪夢ですよね。いただきますよ。まあね、見た目はあれだ、味がね。あ、中身が何でしょう。うわ、梅入ってんじゃん、もう。割ってみる。私で遊んで。卵ボーロ。はい、逮捕しちゃうぞ以外でお願いします。左折禁止。
フライがドで2回目の登場です。さすが。すげえ甘いもんが好きなさアメリカ人がさ。そうね。テレビゲーム楽しい。じゃあうどんの気持ちになりましょう。何言ってんの？何言ってんの？うちき何言ってんの？ファイトアスカ。ファイトアスカ。あ、大丈夫。なんかついて、なんかついて見せて。なんかついて。卒業おめでとう。あれ？卒業おめでとう。斉藤、おや、お前卒業すんの？いや。オッケーオッケー、よく見ろよく見ろ。あー、終了。なんだよ、お前誰だお前。急に出てきてみせるやんって。一、二。おい、誰だ？誰だ？誰だ？ごめんなさい、ごめんなさい。秋元か。大丈夫です。引っかかっちゃダメなやつだからな、これな。みんなで飛ぶやつだぞ。大丈夫です。大丈夫とかじゃねえんだよ、やれよちゃんと。ちょっと日村さんがまたちょっとイライラしだしたから。おい、やれよ。1、8。ごめんなさい。あれ、おい、誰だ。おい、顔を隠すな。誰だ誰だ。ごめんなさい。秋元か。またお前か。秋元たら今のうち変わったりもできるから。どうすんだ。大丈夫です、頑張ります。大丈夫じゃねえだろ、お前2回引っかかってんだろ。ごめんなさい。さあ、まあ、日村さん、岩瀬、岩瀬、達成感は気持ちいい。